これしかない。まさにフィールドの強烈だ。行くぜ、アクセルシュートだ。強烈なシュートだ。止めた。調査員、まさにシュート。お待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。イタリア対全日本、ここダークダウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。行け、キックオフです。これは格闘技ばりの荒技だ。ボールを当てて行くんだ。ナイスプレーだ。抜き合う。見てろ、これが俺のシュートだ。さあ、ボールと真っ向勝負。これが若林源三だ。石崎君、ここは勝負を避けた。水着車球が見たか。そこは抜かせません。連続突破で抜けます。これが俺のネオタイガー。読み取りで鋭く反応、スマートに襲えた。ここは勝負を避けた。鳥野君、よさこらせただ。抜き合うぞ。ナイスプレーだ。さあやるかよ。見てる。まずいぞ。ちょっと待て。ミスでかわした。スライディングだ。これは何で式のドリブルだ。翼くん、まずいぞ。勝負の意志を描け。みんな、ドライブシュートだ。遠く感じます。ここはパスに切り替えた。はっ、ドローだ。タクスダイレクトでパス。なぜだ。一枚のテクニックを見せつける。連続とはずスライディングで止めた。シュート見せかけてパス。これはどうだ。ナイス。俺の前に立つんじゃねえ。そして力の融合。さあ、後悔させてやる。すごいシュートだ。若林君、このシュートに反応している。止めた。さすが若林君です。石崎君、ここは勝負をかけた。水木君、体を反転させてかわした。飛行士の華麗な技だ。水木君、体を反転させてかわした。敵陣を、何だと。敵陣へ攻め込みます。これはフィールド回転をかけてきた。これがジノ・エルナンデスのプレーだ。ドリブルと見せかけてパス。さあやろう。翼くん、ローターを抜かせません。まっすぐなパス。死んだ。瞬足を刻んだ。さあよ、全日本、ここを踊りながらのディフェンス。マリーヌ、ここはパスに切り替えた。これは格闘技ばりのアーティスト。ボールを相手に蹴り込んだ。イタリア、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。さあやろう。みんな、いいぞ。打ち合う。俺の邪魔は立てねえ。さあ、俺の本気を見やがれ。許さん。若林シュー、若林源三。そらよ、俺のインスライディング。
せる。ボラボラドリブルと右からでパッと。これは格闘みたいの荒技だ。ここで相手に消えそうだ。邪魔だ。なんという素晴らしいテクニック。さあ俺の本気を見やがれ。なんと相手のシュートに合わせさらにシュートを、シュートを打ち返していった。見事なワンハンドキャッチ。ハンドキックで大きく蹴り出し、
しかも西の華麗な技だ。はあ、これがごぼう抜きだ。なんだと。これしかない。まさにフィールドの剣。華麗に舞い、空中でボレーシュート。見事なワンハンドキャッチ。ここはパスを出した。そうよ、取り抜く。よっしゃ、見せた。はじめに君、シュートアシストを。Yeah!
両者一歩も譲らず。さあ、こいつらいよいよ延長戦に突入するぞ。なぜ、見てろ、これは大変な強烈なシュートだ。ああ、シュートを打ち返しに行った。ルチアーノス、突き飛ばされた。正面でこのシュートを迎え、このシュートを完璧にブロック。ドリブルの見せかけてパス。これは慌てて守備に戻ります。よし、それ敵陣へ飛ばした。ライダ君、ナイスプレー。立ち塞ぐものは全て吹き飛ば。横っ飛びで鋭く反応。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。パントキック、どこまで運べるか。このパスをトラップ、もらったぞ。あっという間に抜き去った。パスリコンまあまあじゃね。一気に抜き去る。止められない。ナイスだ。体ごとぶつかっていった。そのナイスプレーだ。最高級のプレーだ。パスを出します。よし、よし、瞬足を駆使したところだ。抜く、薄いぞ。瞬速を駆使した突破だ。よし、鋭いドリブルで見事。ハイスプレーだと。ハヤブサの爪はハヤブサシュートだ。シュートを打ち返していった。なんだと？